はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は9月6日月曜日朝4時16分の相場解説でございます。いつもながらね、早朝にこの相場解説をしていくというね、このありさまでございますけども、私の相場解説のスタイルっていうのは、まあ朝起きてね、6時とか7時に、できればエントリーをしていただいて、お昼に確認していただいて、夕方にイグジット、利益確定なり損切りをして退場という、このね、スケジュールを呼吸のように行っていく、そんな5年間でお届けしてきました。5年間ついてきてくださった方は、まあほとんどいないんじゃないかなと思いますけどもね。最初は再生数がまあ数百から数千人まで及んだこの FX の相場解説なんですけども、現在に至り、私の説明が悪いのかどうかは分かりませんけども、なかなか100人を突破するに至らなくなってきました。まあそのぐらいね、 FX ってのは多くの人の関心を呼びますけども、その道についてこれる人はほとんどいないということなんですよ。で、その世界に飛び込んでこの動画を再生するわけですよね。だから、空手までやろうとかね、時間が空いた時にやろう、みたいな方は駆逐されていきます。そうではなくって、FX 中心の暮らしを送ることが前提になってきます。だから FX でね、お金を失う方っていうのは、いわゆるね、FX に、まあ、命をかけれなかった、お金を注げなかったってことだと思うんですよ。カモになって終わりなんですよ。で、その覚悟をね、たまーにしていただかないと、FX はもしかしたら簡単にお金稼げるんじゃないかなって勘違いするかと思いますし、適当な FX 講座とかね、そういったコンサルにお金を払う羽目になっちゃうんですよ。あ、ですんでね、ご用心いただきたいと。私が常々申し上げているように、FX はまず基礎用語、基礎公式を覚えること。これは昨年私がまとめた FX の基礎講座の方に全て入っております。これをね、3ヶ月間みっちりやること。まあみっちりと言ってもね、1日1分ぐらいですから、できるでしょ。で、これを3ヶ月みっちりやって、基礎用語がバシッと入ったら、次に、フォーメーションを学んでいくこと。フォーメーションの中でも大切なのは4つありましたよね。ゾーンってやつとかね、テクニカル分析、いわゆるあの4つですよ、うん、逆田誤法もそうです、エリオットハードもそうです。この4つの手法をマスターすることによって、実践でほとんど負けなく稼げることになると思います。ほとんど負けなくというのはね、ちょっと語弊があります。私の目指すところは4割負けて6割勝つ、その差額の2割で勝ち残っていこう、勝ち越していこうって形ですんで、誰にでも手が届くようにはしております。9割勝とうなんでね、そんな気はさらさらありません。ほとんどがエントリーの失敗のように見るかもしれません。でもその捨てた4割のおかげで6割が生きる、この形をとってるんですよね。さあ今日もね、そういったことを前提に相場解説に入っていこうかと思います。週が変わりましたので、まずはね、週足の方から見ていきます。はい、じゃあこちらの方どうぞ。これが週足になりますけども、だんだん横ばいになってきましたよね。もう一回おさらい程度にやっていきましょうか。ここから始まってますね。まずはここから始まって、エリオット波動がまず見えてきます。これも何度も行きました。エリオット波動につきましては講座を見ていただくか、ご自身で調べてください。推進波がここにあって、調整波がここから入ります。綺麗にエリオット波動ができてますね。こんな感じでエリオット波動が完成ということでございます。その後、エリオット波動というのは連続して起きることが多いんですけども、連続して起きずに一旦このエリオット波動の頭を抜けたんですよ。頭ってのはここですよ。ここを抜けたんですけども、そこからね、勢いを弱めて、右肩下がりになってきました。そして現在は横ばいになっております。短いロウソク足に上から下に伸びる長いヒゲ、横ばい状態でございます。相場が迷ってる状態ですよね。ここから週足は横に向かうんですけども、横に向かって収束するということは、ブレイクして上か下に向かうってことです。これも繰り返しやってきました。ずっと私の相場解説に慣れ親しんでる方は、もうそれ言わなくていいよって話になってるかもしれませんけども、今日初めて見る方もいるかもしれませんので、繰り返ししつこく説明させていただきます。もう分かったよって方はね、離脱していただいてもよろしいかと思います。さあ、このエリオット波動、ここからどういうふうに向かうのか、それは細かい時間を見ていかないと分かりません。じゃあ次はデイリーです。はい、これがデイリーなんですけども、デイリーの場合はね、トレンド転換という話題からいきましょうか。ここ、ここ、ここ、ね、トレンド転換してるよっていうところですね。トレンド転換っていうのはずーっと上に進んでいたのが、今度は下一辺倒になり、今度それがね、またね、上一辺倒になる。そして、今度これがまた下に向かっていく。で、こっからまた切り替わっていく。で、こっからは収束といってね、上にも下にも向かわずに、だん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 、こう、縮こまっていくってことです。で、横ばいになっていくっていうね、こんな形とってますね。これを見てわかるのは、FX の相場ってのは、上がるのか、下がるのか、
釣り合って横ばいなのかっていう3つのパターンが考えられて、大体7割がですね、あれ、7割がこれに当たるんですよ。横ばいなんですよ。で、残りの3割で上か下かにブレていくんですよね。私たちが利益を取るのは、横ばいで上か下かを見極めて、ブレイクした方向についていくってことになります。次は4時間を見ていきます。4時間見てください。横ばいになってるでしょ？ね。こういう風にぐーっと入ってきて、上下に今触れてますよね。触れてますけども、だんだん分かってきたのは、だいたいこの辺りだよねっていうことなんですよね。で、まさに横ばいです。もともとはこんなに大きく一方的に進んでいたものが、反作用をこういう風にね、巡らした挙句、横ばいって言ってね、ある程度のとこまでしか上に行かない、ある程度のとこまでしか下に行かないっていう形で、今後の動きが、まあ、予想されるようになってきたわけなんですよ。つまり過去の値動きの積み重ねによって未来をある程度予想していくのが相場になりますんで、外れることもあるけれども当たることもあるって感じですよね。だから私たちは過去の値動きの本当に細かいところまで材料を見ていかなくてはいけないんですよね。それを簡単にしたものがフォーメーションであるとかゾーンですとか坂田五法というこういったね公式になってきます。だから覚えていかないとまず何も始まりません。1時間を見ていきましょう。1時間ではエントリーする軸足になります。前回私がお話したのはここですよ。109円の915というところに線を引いて、ここを下回ったら大きくセルにブレるよと。その前に一回上の方に一旦振り下ろすような形で上に上がるよって感じですね。その通りになったでしょ。上に振り下ろしてガンと落ちてきました。はい。なんでこれがわかるんでしょうか。まずは109円の915にポイントがある、ゾーンが引ける、抵抗体があるってことが見抜けなくてはいけません。これはですね、大きく上に行ったものが大きく下に行きましたね。これほど大きく下に行くエネルギーがあったのに、なぜかここでピタッと止まっている。まずここにポイントを置くわけです。で、ここに来たらまたね、上の方に跳ねるんじゃないかなと思いながら見ていくと、案の定ここでまたね、同じようなことが起きたわけなんですよ。ね。で、もう一回念のために行ってきました。そうしたら今度はここです。ここにぶつかってまた上に行ったんですよ。ね。で、これを見ていくと、この3点を結んで横に一線ビューっとね、線が引ける。要するに、この値動きを見ている投資家さんは、109円の915をいつもより意識してるってことなんですよ。だから私も意識することにしました。109円の915を割ったらね、大きく下に行くんではないかってことです。もしくは反発するかなんですよ。で、反発は今までしてました。で、反発で反転取りをするのは非常に効率があるってリスクが高いと。ですので比較的リスク低くて大きく取れる、突き抜けたらそっちの方についていく、いわゆるブレイクの狙いを定めていって、そのブレイクの実現に今回はかけてね。で、予告までしたわけですよ。109円の915を割ったら大きくセルに行くよと。その前に一旦上の方に触れるよっていうふうにね、申し上げました。それが先週です。さらにね、もう一個念を押すためにこういうことも言いました。三角形です。はい、この形、こういう風に三角形が描けているんではなかろうかってことですよね。ちょうど定規みたいな感じですね。丸を入れて。そうするとですね、上の方にはいろいろとブレるんだけども、下の方は横一線って形ができているってことなんですよ。だからこの定規みたいな形が壊れた時っていうのは、そっちの方に一方的に力がね、傾いていくってことです。それをね、先週ずっと申し上げてきて、一週間まとめてみたらよくわかるよねって話なんですよね。はい。ではね、これからの値動きですけども、どうなるんでしょうか。私としてはね、これからまたヒントを探さなくてはいけませんので、このブレイクの後ってのは、どのように、値動きが進んでいくのかっていうのを冷静に見なくてはいけないのかなと思っております。まあ全体的には横ばいに入るんですよね。あの、日足の方見たでしょ。日足ってのはこれですよ。はい。横ばいに入りつつあります。ね、ここですよ。ここが横ばいに入りつつある。上の方にも行ってないし、下の方にも進んでないし、だん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 収束して今、横ばいになっているってことを申し上げました。ですんでね、この細かいやつも、横ばいに行くという前提で申し上げるなら、こういう風に、再度、109円の915を割ってそこに絡むように動いていくんではないかなっていう風に、これはぼんやりと考えてます。本当にそうなのかどうかってことは、
月曜日の値動きをしっかり見る上で保管しなくてはいけません。以上ですね。今申し上げられるのはここまでです。はい。いきなり長くなりましたけども、大体ね、土日の相場がない後の月曜日っていうのはこういうふうにしっかりと先週までの値動きを確認して、今週からどのように展開していくかってことをいくつか仮説を立てなくてはいけませんよね。で、その仮説を保管するために月曜日を実際の値動きを見ながら、あ、なるほど。仮説の通りだったね。もしくは仮説に修正が必要でね。もしくは仮説そのものが全然最初からダメだったねっていうふうに判断しなくてはいけないんですよ。ですんでね、月曜日にいきなりエントリー入れる方ってのは、この判断がすごく早くて、少ない材料でもきちんとエントリーできる上級者だということと言えます。私は上級者の中でも、こうやってね、皆さんにお伝えする立場なんで、上級者の理論をいきなり教えてもしょうがないです。まあ、ですんで、誰でも勝てるようなところ、誰でも手が届くようなところから行きますんで、大体エントリーはね、水曜日とか木曜日に集中します。その代わり、その時にエントリーを同時にできた方は、かなりの確率で、大きく取れるんじゃないかなと思いますよね。逆に大きく取れる時しか私は放送しませんので、その他の場合でエントリーを独自にする場合は、それ相応のリスクがあると思っていただければいいんじゃないかなと思います。4割負けて6割取る。そして差額の2割で勝っていく。まあ、これが私のスタイルですから、多分どなたにでもね、手が届くんじゃないかなと。逆に言えばね、いつも勝つみたいなのはこれ難しいんですよ。毎日のように相場解説するのは上級者がやることで、はっきり言ってその相場解説だけで、まあ、年間でね、相当な年収が取っていけると、まあ1000万前後取っていけるような形になると思います。まあ、ですので、そこまでの年収が FX で叩き出してないってことは、FX の力がいよいよないってことかなと。まあでもね、そういう方でも知識だけはあるのかもしれませんので、知識だけはもらっておくのはいいかと思います。その方の知識で、およそね、実現できていない体験に対してぴったりついていくのは、まあ危険と言わざるを得ないんですけども、無駄な知識はね、ほとんどありませんので、これは従うべきではないかなっていう判断も成り立つと思います。まあごちゃごちゃと申し上げましたけども、月曜日は今まで、今日ねお知らせした相場解説をしっかりとなぞっていって、本当にそうなるのかどうかを確認しながら火曜日のエントリーにつなげていっていただければと思います。火曜日にはね、一定の方向性とバイなのかセルなのかってことをお話しできると思います。火曜日にできなければ水曜日ですよね。水曜日にできなければ今週のエントリーポイントはほとんどないということになりますけども、まあ見るのも相場っていう時はね、そういう時に言葉が出てくるのかなと思います。エントリーして、ロスカットがあると思いますけども、ロスカットも予測のうちですからね。ですので、ロスカットばかり合う人、落胆するつもりはありません。落胆する必要はありません。ロスカットを設けられた自分に、やっぱりね、良かったと思えればいいんじゃないですかね。じゃあ、長くなりました。本日は以上です。おはようございます。9月7日、朝9時、9時じゃないな、5時6分ですね。5時6分の相場解説になります。まあお金のリテラシーというふうなね、お話を別の動画でさせてもらいましたけども、FX っていうのは通貨を扱うんですね。まあでもこれね、中古品販売によく似てるんですよ。ドルとか円っていうのも、かつて誰か他の人が持っていたと考えたら、お金の中古を扱うものとよく似てるという意味でもあるんですよね。そして、次の要素なんですけども、お金は安い時に買って、高い時に売る。例えば私たちの立場から言うと、安い時にドルを買って、高くなったらドルを売る。しかもこの売買ってのは常に無制限に受け付けてくれる証券市場ってのがあるんですよね。カメラとかね、他の転売だと買い手がつくまで待たなくてはいけない。もしくは他の買い手に買われてしまって自分の商品が売れないってこともあり得ます。いやでもそう考えたらリスクは最小限まで軽減されてるのが FX の世界じゃないかなと思うんですけど、皆さんいかがですかね。さあそれではね、本日の FX ドル円の相場解説なんですけども、今日はですね、ものすごくいいものが見えました。多分この相場解説を見ていただくと、なるほど、そこに線を引くのかっていうふうにピンとくると思うんですよ。それでは画面を切り替えてご覧いただきますので、画面こちらの方いかがでしょうか。はい、こちらです。まずデイリーからなんですけども、デイリーはね、どこに線を引けばいいんですかっていうところは出てきません。前回と同じです。ここに線を引いて、ね、上程が決まりますよね。で、過程はこういうふうになって、こういうふうに収束していくということが見えています。ついでに言うなら、これも見えてますよね。ここが非常に肝心なところです。そして移動平均線見てください。上下にブレていたのが、もう横一線になりかけてますよね。109円の842っていうところが中心に見えます。懐かしいですね。じゃあそこまでの値動きどうだったでしょうか。はっきりとトレンドが見て取れる、このチャンネルライン。そしてもう一つトレンドがはっきりと見て取れる、この右肩下がり。急転直下ですよね。V の字の逆さにしたように、ここは大振れしてます。でも今は横ばいに入りました。横ばいの後は何が出てくるかというと、そうですね。ブレイクして上か下に向かうんですよ。私は
これを下に向かうんではないかなというふうにずっとお話しているってことが全体像です。次です。4時間を見ていきます。4時間は特に特徴的なところはそんなにありません。まあ、レンジがこの辺にあるよっていうのはぼーっと思っとってください。さらっと終わります。次です。1時間で明確に見えたものがあります。それはですね、前回お伝えした、どうでしたっけ ?109 円の915を割ったら下に大きく行くといったレジサポラインがありましたよね。いかがでしょうか?ここを割って大きく下に行った。その根拠は、ここ、ここ、ここ。あ、そういったところにあったというお話をさせていただきましたけども、新しい根拠がもう一個できました。レジサポライン、ここです。ね、ここに跳ね返って、ここから上には行ってないでしょ。まさに、このあたりと、真逆で同じようなことが起きてるわけですよ。さあそうすると今度は下のラインがはっきり分かればレンジってものが引けるようになります。どこだと思います?察しのいい方だったらご存知、お気づきでしょう。ここですね。ね、これ、もじゃもじゃっとしてるところ。一旦、陽線でここを上回ったら、ここを下回らなくなりましたよね。つまり、レンジは109円の915を上底として、109円の780を下底とする、このわずか13ピップスの間で起きてるってことなんですよ。ではもうはっきりわかりました。エントリーポイントをこれから設定します。109円の915を上回ったらバイ。109円の780を下回ったらセル。これでいいんじゃないですか?解説は以上です。今日はどうだったですかね?これがパシパシッと組み立てられるようになると、昨日月曜日を過ごしたその一日も無駄にはならなかったということになります。多くの投資家さんがこのレジサポラインを見てますんで、またね、同じようにエントリーの軸っていうのが決まると思います。それでは、今後になります。おはようございます。速稼塾の久保です。いや、投資ってね、本当に難しいですよね。そして、すごく面白いです。投資が難しいってことは、参入障壁が高いってことなんですよ。ね。だから投資で勝ち続ける人って、いつまで経っても勝ち続けるんですよ。なぜなら、投資で勝てない人がこの参入障壁を超えてこないからなんですよね。ですから一回超えてしまうと、投資だけで全てお金の問題は解決できてしまいます。そう考えていくと、この世の中に上昇無敗の投資家さんがわんさといてですね、投資家を目指すんだけども、敗北して資金を失って退場する人のなんと多いことかってことを感じてしまいます。さあ今日はですね、昨日、一昨日と緻密に計画を立てた、その結果が出たっていうところであります。昨日は、上底と下底に、それぞれ、レジサポラインを引いて、ここを超えたら、バイに入る、セルに入るってことを、そこまで組み上げていきました。そしてその結果が出たわけなんですよね。ちょっとね、画面の方、切り替えてご覧いただきたいと思います。こちらです。デイリーの方を見てみますと、いつものように線引きましょうか。こっから横にビューっと線を引きますよね。で、横に、斜めにこうなって、で、上にこういう風になっていくよっていうところですね。で、横ばいに入った後で収束が上か下かに行きますねっていうところまでは、たびたび申し上げてきました。そして、この大きな陽線が見えますよね。つまりブレイクしたってことになります。じゃあ、どのようにブレイクしたのかを解説していきます。4時間はね、あんまり見るところがないんですけども、まあ、大きく上の方に伸びてますよね。で、四角い箱が書いてあるでしょ。だからこれが上底と下底のレジサポラインでボックス。要するに昨日までレンジだって言ったところです。レンジっていうことはこのレンジの上か下かを割るとそちらの方向に大きく動くよってことを何度も何度も申し上げましたね。はい。昨日はここを越えて大きく上に行ったって話になります。1時間で見たらよくわかりますよ。1時間ですね。どうですか?はっきりとわかったでしょ?ただ昨日は一回ね、ここでね、ロスカット食らってます、私は。下に行くのか、私ね、もう、そもそもね、セルの方向に行くっていうふうに、私の感覚では思っていたんですよ。セルかバイの方に行くけど、まあこれ、下の方に行くんじゃないのと。こっから落ちてきて、ここで押さえつけられて、ストーンと下に行くパターンじゃないかなと思ってたんで、私はここでね、自信を持ってね、セルに入ったんですよ。でも、急速に戻っていきました。ということは、いつものやつですよ。ここと同じです。こことね。下に行くんだけど、一旦上に振り向いて、大きく勢いをつけてドーンと落ちるのの逆バージョンで、下に一回掘り込んで、そっから上に勢いをつけて、ね。
ドカーンと上の方に進むっていう図ではないかなと思ったんで、様子を見ていたら案の定こちらの方のね、レジサポライン109円の915ね、いつものやつですよ、あそこを超えてですね、大きく上に行っていただきました。ということで昨日はね、30ピップス以上の爆利益が取れて、めでたしめでたしということでございます。移動平均線はピシッと上の方向に広がっていきます。はい、すみません、バッテリー切れちゃいましたね。でもお分かりのように移動平均線が上の方に広がっていきますんで、これからもね、上昇を続けるんだと思います。もちろんね、ちょっとしたポイントがあります。110円の420あたりで一旦止まるかなと思いますけども、まあ何にしてもね、先週の末から組み上げてきた今週の流れ、しっかりと取れたと思います。で、今日まだ全然水曜日なんで、今日もね、倍の方で取っていけるんじゃないかなと思いますよね。うん。まあでも、ここで大きな利益を取っていきました。まあこれを狙うために、月曜日、火曜日があったんじゃないかなっていうところで、お後がよろしいようでございます。しっかりと儲けられましたか。今回ここまでね、私数字をはっきりして、レジサポラインをピッと引いて、上はここを超えたら倍、下はここを超えたらセル。ここまでやったんで利益出してくださいよ、これで。うん。儲かったでしょ、今回は。うん。おめでとうございます。ここまで分かりやすい相場解説は他にはないと思います。ただね、これを自分でやらないといけないんですよ。私が言ってる通りにやって勝ってる人もいると思いますけども、まあ感謝のメールはいいんでね、そんなところは。私の相場解説がなくても勝てるようにしてくださいっていうのが私の、願いでございます。ここまではっきりとした相場解説をしてくれるようなところはないと思います。どんなね、工学塾、FX の塾に入っても、まあ、抽象的なことはね、ものすごく教えてくれます。それも大事なことなんですよ。大事なことなんですけども、ここぞという時は利益を一緒に取っていきましょうという相場解説は他にないと思います。ね、これからもよろしくお願いします。こんにちは。速稼塾の久保です。今日ね、9月8日の15時20分なんですが、朝お話したように、移動平均線が3本とも広がりながら上に向かってますよね。ということは、この上昇トレンドっていうのはかなりね、強く来てるってことなんですよ。まあ、ですんで、大体そうですね、110円の420あたりまでは一方的に上昇、要するに倍の方で取っていけるよってことを朝お話したと思います。で、今現在いかがでしょうか。今ね、レジサポラインにかかってますので、ここで利確をして一旦イグジット、もしくは半分利確みたいなね、感じでいけばいいんじゃないかなと思います。左側の方を見ていただくと、左側に一つ力点があって、大きく下の方に動いている。そのきっかけがありますよね。だからここに大きな投資家さんの意識が集中していると思いますので、一旦ね、右側の方に見ていただいて、上昇も収まるんではないかなと。上髭が出るなり、一旦下に行くなりするんじゃないかなと思います。ただ、この上昇トレンドかなり強いですから、下の方を見ていただきますと、黄色いラインのちょっと下にですね、2点底、右肩上がりの2点底が確認できます。まあ、ですんで、この上昇トレンド、結構強くて111円の方まで行ってしまうんじゃないかなとも思います。ただ、一旦ここでポジション外して、今日の取引は終わろうかと思うんですよね。まあ、深追いしないことかなと思います。じゃあ、今日の追加放送は以上です。皆さん、お疲れ様でした。今日もね、仮説通りになりました。おはようございます。今日は9月9日、相場解説の方に入らせていただきます。昨日はいかがでしたか？上底を超えたら倍に入ってくださいと、下底を超えたらセルに入ってくださいっていうふうに、まあ明確にお示しした後、まあ上底を超えましたんで、倍に入っていただいたと思うんですけども、きちんと、あれでしょ、利確ポイントあったでしょ。110円の420でしたよね。後でお見せしますけども、利確ポイントとこちらの方のね、力点とか、横一線にゾーンを作ってたと思うんですよ。まあ、そちらの方も合わせて解説をさっさとやっちゃいましょうか。じゃあ画面を切り替えていきますので、また新しい画面をご覧ください。こちらです。デイリーから見ていきます。デイリーは、まず横一線っていうところがありましたね。特徴的なの、これ。ギューっていくところ。だから、最大限倍に入っても、ここまでなんですよ。それに、引き換えセルの方は、こういう風な移動をしてますんで、これからね、売りの方向ってのは、かなり制限されてくるんじゃないかなと思います。移動平均線を見ていくと、横ばいから上の方に、ちょっとね、突き上がってるような感じになってますね。まあ、ですんで、これからは、まあ、この間で、まあ、推移するんではないかなってことですよね。上昇しながら先細りと。
ですんで、アセンディングのトライアングルになりそうですから、上に突き抜けた場合のことも考えて、力点をここに設定しておくといいと思います。111円の560ですね。このぐらいにはいきそうですよね。まあ、力点ここになってますね。じゃあ、あとは4時間ですね。4時間を見ていくと、この黄色いところから突き抜けて上の方に行ったのが見えると思います。そして、この力点で落ち着いてですね。まあ、もう一個ここにありますけどもね。この力点で落ち着いて、まあ今、また収束仕掛けてるところですね。こういうふうに三角形を作りながら。上髭、下髭、よく出てます。実体はちっちゃくなりましたので、収束一歩前ってとこじゃないですか。まあ変化するとしたら上の方向にでしょうね。で、1時間足です。1時間足。ね、綺麗に、ここを抜けて、ね、こことここ、上程度仮定を設定したんでやりやすかったでしょう。一回私は下の方に行くという自分のバイアスもあったんで、ロスカット食らいましたけども、十分、ここからね、踏み上げたところで、取れていけたかなってことですよね。で、今、上程に達して、収束しているってことでございます。ね、ここなんですけども、ちょっとね、リアルタイムチャートを見せしますけども、ほら、ここと右と左と上が同じでしょ？ここ。110円の420で一緒でしょ？あ、変わっちゃいましたけどもね。ここがポイントですよ。もう一枚画面をお見せします。これですね。中央の方に移しましたけども、110円の420で大きく上髭を出して下の方にドカーンと行きましたね。これが、予告できているかどうかっていうのがね、大きく違うところだと思います。再び戻します。ね。110円の420で、ヒゲを作って大きく下に行ったでしょ？なんでこの110円の420で、これが言えたかっていうと、これ110円の420、ぐーっと向こうにやっていくと、ここに、ね、力点があるでしょ？110円の、ちょっとね、自動で切り替わっちゃうんですいません、設定が。まあでも一瞬見えたでしょ、これ。これ。ここね。左の方ですよ。左の上。左の角と右の角、同じところでしょ。110円の410から420ですよ。うん、まあ、そんなところですかね。はい、というところでね、今週の巨大利益はこれで確保できました。まあ、そうは言ってもね、今週も望みがないわけではありません。今日木曜日になりました。木金ともう一回ぐらいトライしていきたいですね。まあ今のところ方策が変わらないんですけども、また収束に入りましたんで、もう一回倍の方に行くことを狙っていくかなっていうところでございます。まあその解説は、今日はちょっとできないですね。明日ワンチャンスあるかどうかにかけていきましょう。まあ今週はもう十分な利益を取れましたんでね、深追いする必要はないかなと思いますけども、できればあと一回取っていきたいと。いうことでございます。では明日の解説をお待ちください。おはようございます。速稼塾の久保です。今日は9月10日金曜日ですね。大きな勝負来ましたね。もう終わりました。昨日と今日とこの2日間にわたってね、しっかりと相場を見てた方はしっかりと取れたと思います。まさに往復ビンタです。キーワードはですね、2つの私が、まあ、そうですね、セルポイントをお話してたことじゃないかなと思うんですよ。ずーっと申し上げていた109円の915、これが使えましたね。そして頂点、110円の420、これも使えましたね。この2つの数字をもとに、今回は相場解説を振り返ってみようかと思います。で、もう今日は店じまいということですね、こちらです。まずはデイリーなんですけども、デイリーはね、お話した通り、こういう風に上が、上程が決まっていて、下程がこうやって広がっていって、片っぽで収束ということになりました。ただ、ここね、ちょびっと出てますね。急速に売りが入りましたので、デイリーに関しましては、この収束がちょっと当てはまらずに、これはね、レンジに変更ということになりそうです。まあ、レンジは4時間で変更していきますんで、そちらの方を見ていただければわかるんですけども、こちらのチャートバーはね、まだ確定してませんので、まあ、横ばいということで見ていきましょうかね。で、肝心なのは4時間から1時間なんですよ。特に1時間です。4時間は軽く見ていきます。4時間をご覧いただければと思いますけども、レンジがもうね、しっかりとできてますよね。もう前々から4時間はレンジだっていうふうに申し上げてましたけども、こういう形で出来上がっていくそうなんで、これからもこのレンジをね、大切にしていただければと思います。まあ、こちらぐらいかな。このぐらいでいきましょうか。
このレンジの間で上下するんではないかと思いますよね。で、1時間なんですよ、激しかったのは。ね、1時間見てみましょうか。かなり大きく取れたんじゃないかなと思います。はい、ここで出てくるのが、109円の915ね。まずは、109円の915というポイントが見えます。ね、もう繰り返しこれ使ってきましたよね。109円の915は、ここですよ。ね。ですんで、ここをブレイクしたら、ずっと倍の方に行くよっていうふうにお話して、結局倍の方に伸びたでしょ。で、どこまで伸びるのかなって言ったら、110円の420って申し上げましたよね。110円の420。まさに、ここじゃないですか。ね、110円の420。で、ここで利確をしてくださいって私、昨日ははっきり言いました。全部か、もしくは半分でいいんで利確をしてくださいと。そうすると何が起きるかっていうと、有力な投資家さんとか、上昇の投資家さんは同じようにここで利確してるんですよ。だから、セルの方にガーンと行くわけなんですよね。で、組み上げて、ダブルトップ、ヒゲと実体で、もう一回落ちていくわけなんですよ。どこまで落ちるかっていうと、100円の95まで落ちたでしょ。で、ここでもじゃもじゃして、改めてエントリーする人はすればいいんですけども、私は寝てましたんで、もうエントリーしてません。つまり、この三角形ね、両方とも取れてるわけなんですよ。価格ははっきりと申し上げましたね。109円の915をブレイクしたら倍。110円の420で、利確をしてくださいと。で、一回、下がってもう一回上がってきたんで、ダブルトップをつけて、セルの方に入ったのが私は、ここだということなんですよね。ということなんで、往復で100ピップス以上が取れておるということでございます。ついでに、ここも取ってもよかったんですけども、寝てましたんでね。ゾーンを組み上げて。で、こっからは当初私がお話した通り、セルの方向に向かうって流れができるのが、今日から来週にかけてだと思います。綺麗に決まったでしょ、これで。何もかも決まった。ついでに言いますと、ここがなんでここで止まったかというと、これでも見てください。力点が一緒でしょ？もう言わなくてもわかりますよね、これね。綺麗に決まった。今週も巨大利益で終わりました。ポイントはですよ、109円の915と110円の420、これを繰り返し繰り返しお話ししていたことです。これ以外の価格は私申し上げてないでしょ。で、こういう風になるんですよ、相場を読むっていうのは、相場予測っていうのは。非常に儲けやすい1週間だったと思います。まあ週の頭でね、109円の915をはっきりと申し上げていたことが勝因だったと思います。あと利確ポイントはね、110円の420で申し上げましたけども、この利確ポイントはさらに上昇することもね、考えられたんで、全利確か半分利確って言い方しましたね。で、全く利確しない人ダメですよ。この人は負けますよ。このはっきり分かりやすいところですから。しかも私がはっきりと申し上げてますんでね。そして、また109円の915までぐっと下がっていったでしょ。まあ、今週終わりですね、これでね。本当にお疲れ様でした。もうエントリーしなくていいでしょ。ここまでね、こう、動いたら、あとは、セルの方向に向かうかなってとこぐらいなんですよ。まあ今日一日のんびり見た方がいいんじゃないですかね。ちょっと利益が取れてない方は、セルに行くつもりで、109円の610を割ったらセル。これで考えていけばいいんじゃないですか。109円の610を割ったらセル。ですね。これ以外の判断材料はありません。エントリーポイント。じゃあ、今週もお疲れ様でした。